ベアネイキッドレディース。ベアネイキッドレディースは、カナダのオンタリオ州トロント出身のオルタナティブロック、バンド。BNL と略して表記されることも。1988年に結成。1992年にメジャーデビュー。カナダで高い人気を誇るバンドの一つである。アメリカでも、1998年リリースのアルバム、スタントがミリオンセラーとなり、 グラミー賞にも2度ノミネートされるなど高い評価を得ている。ラップ調からバラードまで幅広く歌いこなすスティーブン・ページとエド・ロバートソンのツインボーカルとコミカルでフレンドリーなステージパフォーマンスが特徴だが2009年にスティーブンが脱退。現在はエドを中心とした男性4人組バンドとして活動している。代表曲はブライアン・ウィルソン。 ザ・オールド・アパートメント、ワンウィーク、ピンチ目など。1988年、トロント郊外のスカーボロー氏、現在はトロントの一地区で、最初はスティーブン・ページ、ボーカルギターとエド・ロバートソーン、ボーカルギターのデュオートで結成。小学校からの幼馴染だった二人は結成当時、まだ18歳だった。1 9九十年までには他に、ジム・クリーガン、ベース、 ジムの弟のアンディ・クリーガン、キーボード、タイラー・スチュワート、ドラムスというメンバー構成となる。この頃に自主制作されたいくつかのデモテープ、特に1991年に録音されたザイエローテープがカナダのインディシーンで大きな話題を呼ぶ。1992年にはアメリカのリプレーズからアルバムゴードンでメジャーデビュー、カナダでは大ヒットを記録し、 1993年にはカナダ版グラミー賞とされるジュノー賞でグループブザイヤーを獲得した。これ以降、彼らは何度も同賞の受賞者、候補者となっている。1995年、アンディが脱退。1996年、サードアルバム、ボーン・オン、A パイレート・シップリリース。シングルカットされたザ・オールド・アパートメントのビデオクリップは、 バンドの大ファンだというカナダ出身俳優、ジェイソン・プリーストリーが監督を務めた。同年には、初のライブアルバム、ロック・スペクタクルもリリース。アンディの後任として加入したケビン・ハーン、キーボードが、同作から正式にクレットされている。1997年、ジェイソン・プリーストリー主演の人気マイ・ TV ドラマ、ビバリー・ヒルズ青春白書にゲストバンドとして出演。カナダでは、 順調にトップバンドに成長した彼らがアメリカでブレイクを果たしたのは1998年。アルバムスタント全米3位と同作からのファーストシングルワンウィーク、全米1位にってだった。彼らはアメリカでアリーナ級の会場を回る大規模なスタントツアーを観光。その熱狂の様子はまたもジェイソンが監督した1999年のドキュメンタリー映画 バレナケーン、アメリカに記録された。この時期、ケビンが白血病のために入院、一時バンドを離れるという不運にも見舞われていたが、奇跡的に回復し、ツアーの途中で復帰している。ちなみに1999年3月に、バンドは来日しているが、アメリカでの人気の余波は日本には届いておらず、渋谷 ONRWEST、現、渋谷 o ウエスト、震災橋クラブクワトロと、 クラブ規模の会場2箇所で公演を行った。2000年、アルバム、マルーンをリリース、全米模様記録する。シングルカットされた、ピンチメモヒット。2001年、初のベストアルバム、ディスクワン、オールズザーグレイティストヒッツ発表。2004年、メジャーから離れ、自主レーベルから、アルバム、ベアーネカド・フォーザ・ホリデイズをリリース。しばらくこの自主レーベルからの作品発表が続く。 2007年、米 TV ドラマ、ビッグバン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則のオープニング主題歌を提供。2008年、スティーブンがドラッグ、コカイン所持容疑で交際していたガールフレンドと共にアメリカで逮捕。クリーンなイメージが強いバンドとそのフロントマンのスキャンダルにメディアとファンは驚いたが、後に不起訴処分となる。2009年2月、 スティーブンが脱退を表明。彼は同年、別居状態にあった妻と離婚し、2011年、前述のガールフレンドと結婚。ニューヨーク州に住み、ソロ活動を続けている。スティーブンが抜けたバンドは、エドを中心に4人編成で活動を継続。2013年に、アメリカのバンガードからリリースしたアルバム、グリニングストリークは、2003年のアルバム。 エブリシングツーエブリワンと同じく全米10位と10年ぶりにアメリカチャートのトップ12ランクインした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。